るんだって思ってもらって知ってもらうなんか役割とかもできてもいいのかなと思うし、まあ、内藤もそうだし、例えばね、まあ、昔よくほら渡辺くん静岡、あ、なべちゃん、うん、なべちゃんとかね、今、うん、どっか行っちゃいました、うん、はい、そういういろんな、なんだろう、選手も含めてなんか自分自身をこうアピールできる場を持てる、はい、そんな関西野球だけじゃないでみたいな、阪神だけちゃうでみたいな、いろんなスポーツあんねんでとか、そのいろんなスポーツのトップに向かって進んでる子供たちもたくさんいるわけやから、はいはいはい、ね、そういう子たちが憧れ持つ選手っていうのがこういう人たちなんだっていうのを、うん、見せてるような、はい、番組とかができればいいかなとか。でもそうやん、うん、はい、伊藤だってそうやん、ありがとうございますね、うん、ね、なのでなんか大きくもっともっとこう、うん、自分自身で見れる環境を作んないと、そのためにはやっぱり少し長く居すぎたここを離れて外から静岡も見たいし、うん、僕がハワイとかをやっぱりちょっと飽きて帰ってきた部分ってあるよ、はい、ハワイ何年いたんですか。9年おあれ静岡は12年、はい、で、うん、帰ってきて外から今度ハワイを見たら、あ、やっぱり良かった、うん、だからね、東大元暮らしっても言うしね、はい、なんだろう、近くにいればいるほど見えない部分ってあったり、遠くに行って初めて、あれ、なんかこういうところにもこんなのもあったんだっていうのが分かれば、その良さっていうのがより見えてくるのかなと、はい、うん、だからまあ少し離れればもっともっと静岡の良さも見えると思うし、自分の地元の良さも改めてこう分かると思うし、でも言ってもあれで、やっぱりこうニュースとかなんかで足立区なんとかとか出たら、お、内藤のとこやってやっぱ思うしさ、はい、その人が出てくるっていう、その地名地名でね、はいはいはい、うん、からそういうところもっと増やしてもいいかな自分の中でとかも、はあ、うん、そこ知ってるとか、ああ、そいつそこ誰々のところとか、うん、ほらね、人間なんて所詮生きても100年しか生きられへんねんから、その100年の中でじゃあまともに動けるって言ったらやっぱり、まあ、70歳とかそれぐらいまでかなとかって思うとさ、はい、やっぱりその間にいろんなことをやっときたいし、まあもちろん保守になるのも別にええんよ、例えば、はい、家庭があったり何だかあったりとかしてそれを守るのも全然必要だと思うし、それはそれで人それぞれやけど、僕とかはやっぱりもっともっといろんなものを見ていろんな人と知り合って、うん、なんか吸収できるものを増やしていく方が僕は新しい発想とかも浮かぶかなっていう、うん、だからプロレスとか別にやってないけど、反対に内藤とかがいろんな土地に行ってるやん、はいはい、ああいうのとか羨ましいなとやっぱ思うし、プロレスをやりたいからじゃなく、うんうん、そういういろんな土地土地の人たちっていうのとのつながりもできてくるわけやん。そうですね、うん、いろんな土地に行く分やっぱいろんな人と喋りますからね、うんうん、そう、はい、いや、それはレスラーになってすごく良かったなって思う一つではありますよ、うんうん、でもちょっと待って、緩くない今日。そうなんです、真面目やし、真面目なんですよ、びっくりした、もう今思い出した。だから、うん、これ多分ですよ、先にもうこれが最後なんですって言っちゃったから、もうなんかそう、しんみりの話題全部来ちゃったんですよ。でもそんなにしんみりやった？いや、もうそう、心の中ではもう大洪水ですよ、もう。もう全然それ汗まみれってことだよな。違う、うん、違う、もう全然なんかね、大洪水、うん、もう本当やばいなそれね、もう落ち着きがないから、もうちょっと締まりを持って生きようよね、ちょっと、うん、でもなんかこういうゆるテレもあり、そうですよ、ありあり、そうですよ、ありやで。でこれからはこういうゆるテレは期待したらあかんよ。もうないですからね。もうない、もう二度とない、もう二度とない、もうない。そう、ちょっと真面目にね、ちょっと、うん、笑いのないゆるテレになっちゃいました。まあでも結構笑ってたけどね。いやこう見てくれてる方々は、うん、うわ、なんかちょっと面白くないんだけどみたいな。この二人さ、アホかと思ってたら意外にちゃんとしたこと喋るやんみたいな思ってるかもしれない。思ってますかね。うん、やっぱ普段多分アホやと思ってると思うや。うん。アホじゃない部分もちょっと見せとこうぜみたいなね。え、そうですか。いやでも、うん、え、そうですか。え、私は、うん、あんまアホだと思われてないと思いますよ多分。え、だ
だってそのゆるラジの内藤哲也って、うん、あんなんなんですかみたいな、うん、まああれが普通なんですけど、うん、意外みたいな感じなわけですよ、うん、皆様からするとだから結構やっぱ真面目に見られてる、うん、でも真面目やからとかって別に賢いわけではないまあ賢くはないですよ、うんうんうん、だってさ今日ほらほらスムージーのお店に行った時にさ、はい、解毒促進なんだろうスムージーって言うてるのにもかかわらず活字を見たら解毒って言われてたアホがいたやんかでもその相手もえ解毒言うたやんみたいなで解毒って書いてあるのにわざわざ解毒を解毒と読むって、はい、名探偵コナンかなみたいな感じやったやんかとかってねえ解毒って初めて見ましたわ初めて見ましたか見ましたいやもうあそこであこの子はやっぱりアホの部類に入るなと思ったけど、うん、言うてまた今日それは言うてまた、うんまあ、でもそこが自分にとってちょっとみんなチャームポイントやチャームポイントアホがアホなちょっとアホっぽいところもチャームポイントまあ皆さんこれから解毒って書いてあったら解毒と言ってください解毒ねえあれびっくりしましたよ、うん、いやこっちがびっくりしたわだって「解」って書いて「解」って読みますかっていう話ですよもうそれも個人的なもう意見としてもう甚だやばいね、すいませんね、うん、なのでそういうまあ今日みたいなゆるてでもまあありとしてはい、うん、今度はもしかすると大阪でやるかもしれんし東京でやるかもしれんしちょっと青木さんも出たいとか言ってたよ、うん、そう、うん、そう青木さんの家でやるかもしれんしさそうですよ何でしたっけメキシコ料理、うんうん、食べながら結構作ってるであそうですか結構作ってるこの間牛丼作ったらしいであの人牛丼牛丼とかもへなんか家に残ってたから今日は牛丼作ろうかなみたいな料理好きなんですねあの方は結構、うん、なんかもしかするとこうお店とかも始めるんちゃうかみたいな料理屋あそうですか、うん、はゆる飯みたいな感じゆる飯ゆる飯みたいななんかもうねもう内藤とかガーッと出てガーッとかスターさんみたいな感じでこう出ていくみたいな感じの回転早みたいな感じの店屋さんとかゆる飯ゆる飯いいですねゆる飯、うん、ゆる飯っていうお店あるんですかねいやどうなのかね検索してみよういやもうこんなの言ったらもうすぐ検索ワード今ガーッと来ちゃいますよねうん、うん、そうはいなので僕はもう、うん、もう やめるんだから早く帰りなさいってことですねそうだねほんまやじゃあもうそろそろあれやねでもまあ今後ともゆるテレの方またゆるラジの番外編とかも、はいはい、あると思いますので、はい皆さん楽しみにしていただければなとこうしてスタジオ外は誰もいなくなるという現象ででもまあ僕基本的にいつもそんな感じなので、うん、今日が最後だからと言っても誰からも別に見送られることもなくって感じあんま友達いないんですかいないいないここに、うん、ああそうですかはい嫌われ役なのかなうんそう僕めっちゃ嫌われてるうんそうなんよなのではい皆さんこれからも楽しみにしてくださいそして、まあ、内藤君本当にね今日はわざわざ来てくれてわざわざ来ましたはいありがとうございましたでそしてね本当わざわざ来てくれた人がたくさんいてなんかちょっと本当ですそういう意味ではすごい感激しましたお、うん、泣かないでくださいよ全く泣きませんでしたどうしようはいいつか泣く時があれば嬉しいなと思います泣かせてくださいおはいということで内藤君どうもありがとうございました、はい、さよならゆるテレパート2でしたー押してあこれじゃあ5になっちゃう何回目なのねこれゆるテレも何回目なのあとちょっとつったはいさよなら